背中触らせてしまうと、背中ここを、はい、ここを、ここを、ここ、はい、あとここを、バキバキ、ここ、ここが硬いんですね、はい、でこの硬いところっていうのはどんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じでガチガチに固まってます、はい、でこの硬くなっているのを今から生肉に戻していくんだけども、はい、その過程が痛いんです、はい、でバキバキするのを骨のズレを取ってあげると、はい、大黒柱がまっすぐになってくれるような感じ、はい、くせ毛がストレートになるみたいな感じ、はいはい、そんな感じするので今からちょっとバキバキしていきますね、はい、でこっち側下にして横になって休みましょう。で腕も両方出してください。でもうちょっと 下下がってますね、はい、こう足こうするね、こうするね、腕変えるよ、腕変えてね、よいしょ、これでグーッと振ります。もう近づいてもらってバキバキバキって言うとなったのが、はい、これだけずれてたんですね、はい、で今度反対側向きましょうか、はい、すみませんね、はい、足伸びますよ、しますね、はい、腕借りますよ、はい、腕借りますよ、いしょ、これでグーッと入れる、そうするバキ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 ってなったでしょ、はい、これだけずれてたから、はい、こう積み木がこうおかしい感じになってたので、はい、それが原因でしんどかったのかもしれませんね、はい、足を下ろして座ってください、はい、はい、そっちです、はい、ではね、ここでね、こうやって腕組んでいただいてよろしいですか。で、丸くなって、そのまま後ろから よいしょ、もう一回手、はい、そうする、はい、今パキパキってなったよね、はい、これがカイロプラクティックで、はい、骨がずれてたよって感じです、はい、ではね、下の首の方を触っていくときに、はい、首を、ちょっと触りますね、はい、もうちょっと上来てもらっていい、はい、もうちょっと、はい、ありがとう、それぐらいでいい、はい、首触らせてもらうと首さんとここと痛い、ここと痛いでしょ、痛いところが首がずれてるんですね、はい、首のずれを今からねバキバキって取ってやっていく方法があります、はい、これはね2000人に1人ぐらいにちょっとね首が痛んでしまったりする場合がありました、はい、で、それをバキバキせずに、はい、押さえて取っていく方法があります、はい、それは痛む必要は痛むことはありません、はい、どうしますか。バキバキで OK、はい、チャレンジャーだね、はい、取っていきますね。で左側向いてもらってグー、うわ、いい音。この右側向いて回ってグー、よいしょ、大丈夫、はい、そうするとほら痛くないでしょ、あ、マシということは首がすごい楽になってるんですね、はい、マシって言った言葉通りにもう少しだけちょっとこの辺に押さえ込むと残っているので、はい、これをね押さえて取っていく方法で取っていきますね、はい、めっちゃ気持ちいいでしょ、めっちゃ気持ちいいです。ここから痛い、これ痛いね、この辺よく頭痛起こす、あ、起こします。じゃあちょっとこれね、ここ右側向いてみよう、もうちょっと向いてよいしょ、もう一回ね、こうもう一回こうグーッともうちょっとよいしょ、それでほらこう痛くなるね、もう少しこう押さえますね、若いわね、大変だね大変でした、大変です、そうするとほら、もう痛くない。以上でございます。ありがとうございました。